皆様こんにちは、チャリコガラのせいかです。今日はとても楽しみにしていた、ちょっと皆様に報告、ちょっとした報告をしたいなと思って、この動画を作らせていただいたんですけど、今日から新しい企画を始めたいと思います。100グラっていう企画ですね。100グラベルロードを探し回る旅に出ます。自転車の原点でもある未舗装路っていうのは日本ではなかなか見つけられないとても貴重なものでして、ちょっとね、苦戦するっていうのを目に見えてるんですけど、期間はかなり長めに設定させていただいてます。5年ですね。5年の間に100グラベルコースを絶対見つけます。その経緯についてなんですけれど、なんで私が未舗装路に今注目をしているかっていうと、先日私中仙道っていう旧街道を走らせていただきまして、初めて未舗装路の楽しさを知りました。中仙道を簡単に説明させていただきますと、江戸時代から、整備された道でございまして、江戸の日本橋から、京都の三条大橋をつなぐ街道ですね。その道の中でところどころまだ舗装されてない部分があるんですよね。初めて走ってみて、私はすごくアドベンチャーあふれるその雰囲気にすごく感化されて、グラベルロードをベースにして作るとかなり面白いなんかストーリーになりそうで、歴史に触れながら動画を作っていきたいと思いますので、かなり面白いものが作れるんじゃないかと思って注目をさせていただきました。日本ではずっと昔からグラベルロード市場は何度か、ね、頑張って、国内で、グラベルを普及させようとしてるんですけれども、やっと最近ですね、キャンプとかバイクパッキングなどの遊びが、メジャーになってきたおかげで、グラベルという車種がたくさんの人に知られるようになりました。まだまだ国内では課題はたくさんあるんですよ。日本はアメリカとかイタリアほど楽しめる長距離の未舗装路がなかなか見つけることができないんですよね。で、かなり辛口になりますが、グラベルロードは割と中途半端な今立ち位置になってるんですよ。例えばロードを走りたいっていう人だったらきっとロードバイクを買うだろうし、トレイルを楽しみたい人はきっとマウンテンバイクを選んで買ってしまうと思うんですよ。私やっぱりすごくその未舗装路を走ってすごく楽しかったので、すごくアドベンチャーを感じたので、ぜひそのグラベルロードをもっともっとたくさんの人に知ってもらいたいっていうのもありますし、あと、もともとグラベルロードっていう車種を持っている人は本当に未舗装路の中で、走ってで、楽しんでもらいたいんですよ。それが私の素直な気持ちなんですけど、そしてせっかくこうやってね、グラベルロードっていう車種がもう復旧し始めて知られてるのに、走る道がなかったらすごく残念だなと思って、でちょっとおせっかいになりますけど、やっぱりみんなにね、グラベルロード楽しんでもらうためには未舗装路を見つける必要性があると、私なりの考えなんですけど、それより感じましたね。多分私以上に皆さんは自転車についてお詳しいと思いますので、ぜひ皆さんも私と共に、自転車の原点であるグラベルを探して、タイムトラベルをしている感覚を、楽しんでもらえたらいいなと思っています。で、今回の企画は正直言って私一人だけの力では絶対達成できないものだと思っています。なので、まあ、今たくさんの、ね、方にも見ていただいてると思うんですけれども、例えば、ね、自転車さんだったりサイクリストさんだったり、地主さんだったり、まあ、多分いろんな方が見ていただいてると思うんですけど、グラベルロードとかについての本当にちょっとした情報でも、私の方にメールだったりコメント欄に書いていただけると私のヒントにもなりますので、ぜひご協力をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。この動画あんまり長くはしたくないので、これから投稿していく動画はこの100グラにつながるストーリーだと思って見ていただけると嬉しいです。いつもコメントだったりメールをいただけてとても私は励みになってます。そうですね、これからも末永くよろしくお願いしたいと思います。はい、ではまだチャンネル登録まだの方、ぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。少しでも動画がいいなと思った方はぜひいいねボタンもよろしくお願いします。はい、では皆さん今回も見ていただきありがとうございます。ではまた次の動画で会いましょう。じゃあねー。